こんにちは。まあね、苦しいことも辛いこともいろんなものの比較対象があるから、まあ、頑張っていけるところもあるのかなとか思っちゃいますけどね。ちょっと前なんですけども、子育てでちょっとした話をねしたことがあって、子育てって大変ですよねみたいな話になるわけですよ。で、私は全然大変だと思ってないんですよ。お金を稼ぐ方が大変だと思いますね。それこそ3年で1億稼ぐ方が難しいと思います。現実3年で1億円一人で稼いだ人ってあんまりいないと思うんですよ。でも子育てはいろんな方がやっているんですよね。忙しい中、仕事をしながら、趣味をしながら子育てはやっていると、まあ子育てに成功とか失敗とかはないと思いますけども、とりあえず子育て安全に健康に育つわけじゃないですか、大抵の場合は。でもお金のそのなんていうの、評価っていうのはシビアで、いくらになったかで完全に評価されて比べられちゃうんですよ。で、子供ってね、いろんな育ち方しますけども、あんたの子供よりもうちの子供の方が成功ですみたいなことはないですよね。それぞれの形に育っていって、ああよかったじゃないですか、苦しいけれどもまだまだできることあったかもしれないけども、でもなんとか立派に育てたよみたいに帰結するんですよ。そういう意味では子育ては大変ではないかなと私は思えるんですよ。ただお金稼ぎ、3年で1億を稼ぐことに比べたら簡単だとは言えますけども、でも子育てってものに関して言えば楽なことばかりじゃないっていうのは、この2年3年私はみっちりやってきましたんでね、全て見てきました。24時間365日子育てをしてきました、ね、時にはトレードをしながら膝にヤマト君を乗っけてやってました。時にはこういった動画放送しながらヤマト君がチラチラ出たりとか、ヤマト君が膝に乗った状態で放送しました。だから大変さも分かりますけども、大変さを大変じゃないように工夫していくことも学んできましたね。そして子育ては自分の人生の中で最も大変なことですかって考えたら、いや、ぶっちゃけそうでもないなと、もっと修羅場ってのあったなと思ったらねちょっと楽になりましたよね。だからたかたか1歳か2歳の子供がすることなんで大した問題起きないんですよ。でも20歳前後の女の子にいろいろと振り回された経験は苦笑いが出ますけども、金もかかるし、意識も潰れるし、時間もあれですしね、で人脈壊れるしみたいな感じで、あ、よくね、女の子と何人も付き合ってきたなと思いますよ。これ自慢ではなくって、いや、楽じゃないですよ、女の子と付き合うの嫌ですよ、どっちかっつうとだから今奥さん一人になってむちゃくちゃ楽だし、むちゃくちゃ徹底的にね、深みにはまりますね一点集中って、だから吉田さんすごく大事ですよね。一点集中の収の字って何かこう集まったような感じに見えるというのは私だけでしょうか。じゃあ行ってらっしゃい。